今日の全日本女子プロレスは群馬県の館林市にやってまいりました。まあ、あの群馬県館林といいますとね、夏は本当に暑いところで知られておりますが、かつてジャイアンツが不調のどん底におりました時にですね、この森んじで猛練習をやりまして、見事に立て直したということもあります。その森んじは今関東学園大学の陸上競技場になっているそうでありますが、一つ全日本女子プロレスこの館林で熱戦を見せてもらいたいものでございます。いつものように解説ですが、デイリースポーツ運動もレスリングのお兄さん宮本沙央さんでございます。よろしくお願いします。それから今日の素敵なゲストをご紹介することにいたしましょう。まず女優さんから歌手になりましてね、素敵なあの歌も近々発売されるという河合和美さんでございます。よろしくお願いします。最近はなんかひょうきん族なんかでもね、はい、頑張ってます。あの女子プロレスラーにも相当ひょうきんな人がいますけどもね、はい、あの河合さんは、はい、あのレコードの方は、はい、いつ頃出るんですか？LP がね、7月の21日に出るんですけども。あ、そうですか。はい、はい、今日は楽しんで、私大森ゆかさん大好きなんでね。あら、そうですか。できたら握手して帰りたいなな。一つ握手して帰ってくださいね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それからもう女子プロレスね、ゲストにはおなじみでございましてね、青空球児さん、浩二さんのお二人でございます。どうもよろしくお願いします。球児さんはね、はい、球児というんですから、まあ、野球は相当上なんでしょ。そうそう、もう野球はね、有名なもんでございます。あ、そうですか。ベンチを温めてから。浩二さんはあのスポーツは何なんですか？柔道と空手ですね。柔道と空手、最近そういえばね、あのクラッシュギャルズなんか空手殺法でね、大変な人気なんですよ。そうですね。あと女の子を引っ掛けることね。いやいや、何を言ってんだよ。今日はね、そんなバカ言っちゃいられませんですよ。そうなんですよ。球児さん、浩二さんがいらっしゃったんでね、はい、プロレスラーたちも相当目の色変えてますんでね。松本さん好きなんですよ。場外乱闘には一つ気をつけてください。僕ね、どういうわけだか、あの松本さん好きなんですよ。これはどう伝えていいか、その伝える方法がありませんですね。結婚したいと言ってますからね。これは大変だということなんですけどもね、はい、まあ、あの和やかな雰囲気も今だけだと思いましてね、そのうち顔がひすってくると思います。そしてレポーターでございます、いつものように小早川正明さん、どうぞ。はい、この暑い中、選手の方は連日熱戦を続けていますが、幸いにしまして故障者は一人もいませんので、どうぞご安心ください。さて、女子プロレスでは夏休みにマニラツアーを計画しています。クラッシュギャルズと一緒に楽しいサマーホリデーをマニラで過ごしましょうというツアーなんですが、2班に分かれて実施されます。 A 班が8月の15日から18日まで、そして B 班が8月の16日から19日まで、この2つに分かれて実施されます。もうすでに申し込みの方を受け付けております。どうぞお早めに振るってご参加ください。なお詳しくは全日本女子プロレスまでお問い合わせください。塩野さん、お返しします。どうぞ。はい、お知らせを兼ねましてね、小早川レポーターでございました。さあ、それではこの暑い中、熱戦第一戦はこの試合からでございます。館林市民体育館、すでにリング上には花束を持ったお嬢さんが登場しておりまして、選手の入場を待っております。さて、今日は新人同士ががっちりとタッグを組みました。小倉由美選手と中野恵子選手であります。今、青コーナーから上がってまいりました。そしてこの両新人の挑戦を受けますのが、これまた同期生という山崎樹、そして舘野範夫であります。今日は先輩の貫禄を見せなくてはいけません。舘野範夫、そして山崎樹両選手、赤コーナーから登場であります。例によりまして、いかにもお嬢さんっぽいタイプで登場いたします、舘野範夫。一方、ちょっと大人びた感じが出てまいりました、山崎樹、同期生であります。新人に対してネックアップ風に花束が送られます。両チーム、そしてレフリーに対しまして花束が送られます。リング上であります。今、満員のお客様にこの花束を高く掲げまして挨拶をしております両ペア。さあ、これから選手が紹介されます。宇治家リングアナウンサーです。群馬県のすぐお隣です、栃木県は足利の出身です。今日は舘野範夫選手のお父さんお母さんも観戦中であります。兵庫県は伊江島の出身であります山崎樹、最近富に貫禄を増してまいりました。
新人王中野圭子選手、しばらくリングから遠ざかっておりました。一人黙々とトレーニングセンターで強化を図ったそうであります。テレビのドラマにも出演いたしました。今年大きく成長しております小倉由美選手。まあ、先ほどもちょっと宮本さん、ご紹介したんですけども、共にね、新人では同期生という ね、 そうですね、仲間同士でしたね、はい。まあ、お互いペアがライバルという、はいはい、お互いにね。で、まあ、山崎選手が、まあ、全日本のチャンピオン、あ、そうですね、それから小倉選手が、まあ、全日本ジュニアのチャンピオンと、はい、まあ、そのチャンピオンのクラスが違った分だけこのペアがやっぱり力的には違うでしょうけどね、はい、持っているベルトがね、はい、ちょっと差が出ているような感じもいたしますけども、しかしドーンとぶつかっていってもらいたいものであります。まず中野行きました。体では中野負けておりません。あっと、しかしやはり山崎樹であります。さあ先制攻撃は山崎樹であります。中野圭子選手がね、ちょっとこのところ休んでたんですけども、話を聞いてみますと大宮にある、まあ、山崎さんの紹介でですね、何ですかトレーニングセンターに通ってね、はい、自分で強化を図ったというんですけども、そうですね、このあたり相当自覚が出てきたんじゃないでしょうか。まあ、足首を痛めましてね、はい、しばらくブランクあったんですけどね、まあ、体もだいぶ絞って今75キロちょっとぐらいで、ね、そうですか。確かに今日なんか会場でね、中野圭子選手と話をしたんですけども、だいぶ絞れてきたというか、そうですね、前はブヨブヨしてる感じがありましたが、ちょっと硬くなってね、はい、本当に絞られてまいりました中野圭子であります。体があるのは何といっても強み、そしてまた山崎樹出てまいりました。さすがに先輩のコンビでありまして、山崎盾の速いタッチワークでなかなかいい試合ぶりを見せております。さあここで小倉由美選手が登場いたしました。小倉由美は群馬県の桐生でしたっけね。そうですね、ですからまあいわば地元という感じでしたね、もう純地元ですね、はい、今日もたくさんのねお友達の方でしょうか、あるいは顔見知りでしょうか、この会場に詰めかけておりました。そういった意味で、はいはい、それから小倉選手はお父さんからですね、選手の皆さんにですね、琵琶の差し入れがありました。あ、そうですか、いや先ほど控えしてね、松永隆社長もね美味しそうに琵琶を頬張ってましたよ。これは小倉選手のお父さんからの差し入れだそうであります。なるほどね、まあ、しかしこうして地元に来てね試合をやるっていうのはまたいつもとは違った雰囲気でしょう。球児さん、浩二さん、はいはい、ね、自分の地元でね試合をやったり、あるいは球児さん、浩二さんなんかねステージに上がったりするとまた違うんじゃありませんか。そうですね、やっぱりなんていうかハッスル、余計にハッスルしちゃってる、はいはい、ね、ありますよね。ところで久しぶりの女子プロレスですけどもね、いかがですか。いや、まあ迫力がまた倍化しましたね。あ、そうですか、タフですね。なるほど、いや横で見てましたらね、はい、やっぱりびっくりします。これ今見音、これがあれがね、女性がやってるのかと思うと ね恐ろしいですよ、はい、あら、まあ、今日はですね、はい、今ちょうどこのリングはですね、はい、普通の、まあ、おとなしいタイプのというか、あまり場外乱闘をやらない選手がね4人出てますんでいいんですけども、これからまた次々に場外乱闘の方もこのところねエスカレートしてますので、球児さん、浩二さん、はい、十分に気をつけてください。わかりました。今日は河合和美さん、はい、ね、可愛い女性ゲストがいますんで守ってあげてくださいよ。わかりました、はい、女性はすぐ守りますから。逆に守られたりするんじゃないかなって心配してるんですけどもね。いや、わかんないですよ。はい、塩野さん、はいはい、立野選手はですね、今日体調は万全なんですがね、実は立野選手のお父さん、はい、競馬関係の仕事をしていますね。そうでしたね。調教中に落馬しましてね、はい、右足首を骨折しているんですよ。そうですか。それで現在の足利厚生病院に入院中ということで、あと2ヶ月で退院されるそうなんです。そうですか。で、従いましてね、はい、お父さんに代わっておじさんが今日応援しています。おじさんですか。はい、そうです。いや、私はね、お父さんかなと思ってね、先ほどご挨拶したんでおじさんだったのかな。ちょっと顔が似てましてね、確か厩舎関係のねお仕事をしてるんですよね。そうですね、はい。さて、その立野則夫選手、そして今中野圭子選手の対戦になっております。まあ、立野則夫選手もね、新人の時は本当に可愛いだけが売り物という感じだったんですけども、このところしぶとさ、そして強さを発揮してまいりました。山崎樹、山崎樹は球児さんも浩二さんも覚えてらっしゃるんじゃないですか。覚えてます、覚えてます、ね、たくましくなって、この選手は新人の時から目立ってましたけども、確かに最近たくましさがね身についてまいりました。もうなんかおっかないですよ、こう
殺気ですね、目が違いますよね。新人の時からねデビル軍団に憧れておりましてね、はい、何かガッツというか根性でも相当違ってましたがね。そうだね、はい、もう目線が違うね、コウさん、やっぱり違うね、生きてる目がね、うん、生きてるよ。河合さんは今日は初めての女子プロ観戦なんですけども、はい、こうしてね目の当たりに女子プロレスネットをご覧になっていかがですか。すごいですね、迫力、テレビでよく見てたんですけどね、はい、やっぱり次回に見ると倍ぐらいにすごいですね、迫力がね、はい、とにかく今暑い盛り、特に今日のこの館林市民体育館はですね、ひときわ暑いんですけども、この暑さの中ものともいたしません。それから選手たち感心するんですけども、あまり汗をかきませんね。そうですね、はい、この暑さでね、やはり十分に鍛え込んでいるという感じがしますよね。私たちはね体を鍛えてないためにもうちょっと喋っただけでも汗びっしょりという感じになりますが、選手はこれだけ動いてねうっすらと背中のあたり汗が光っている程度であります。さあ岸本の方がいったカウントが2であります。ジミー香山レフリーであります。さあ小倉由美、小さな体なかなか力があります。そして今中野恵子にタッチいたしました。お、まあ、両コンビ の, コンビネーションといいますか、このあたり山本さんどういうふうにご覧になりますか。そうですね、中野小倉のコンビですけどね、はいはい、まあ、なかなか今前線してるんじゃないですかね。いいですよね、お、まあ、中野が体力を生かしましてね、はいはい、なんて言いますか、まあ、ずっとトップに入りましてね、はい、小倉にうまくつないでますよね。あ、そうですね、あ、まあ、中野恵子選手ね、体重を利用いたしましてボディアタック、これは見事に決まっております。さすがの縦野範雄選手の動きも止まっております。カウントが入った2であります。圧倒的な迫力で今中野恵子選手上からホーンの体勢に持ってまいりました。カウント2、かろうじて逃れました縦野範雄選手であります。先ほど小早川レポーターからも報告がありました。まあ、お父さんが懸命にねこの縦野範雄選手を声援してるんですけども、今日は病気のために病院に入院しているそうでありまして、残念ながら応援することはできませんが、代わりにおじさんが見えているそうです。足利市の出身であります。まあ、今日は地元でやるのと同じような気持ち、張り切っている縦野範雄選手であります。小倉由美、さあ小倉、あっと膝を飛ばしまして、ここで山崎樹にタッチです。さあボディースラムの体勢に入っている、思い切って突き付けました。もう思わず球児さん、こうして声を上げております。自分がやられてるんじゃないんだから。さあもう一つ、まあ、しかしこういうの受け身を取れないとね、一発ですよね、はい、あっと危なかった、カウント2であります。懸命のブリッジ、この辺りが小倉由美選手ね、大したもんですよ。そうですね、はい、なかなかしぶとさがありますからね。体は小さいんですけどもね、小倉由美選手なかなかね大きな成長を見せております。そして今2段ロープからタッチいたしました。さあ、あーっと今2ロープでいったのか、さあどうか、いやタッチしましたですけどもね、もう1回タッチ、はい、タッチのし直してあります。さあ縦野範雄が今小倉をロープに飛ばしている、どうするか、あれネックブリーカードロップいいですか、はい、ジャンピングネックブリーカードロップですね。もう一発いっか、最近あれが盛んに見せております。今胸の辺りに入りまして、カウントが入ったか、カウントまた2であります。小倉由美選手懸命のブリッジ、球児さん、はい、ブリッジっていうのがね、やはりプロレスの場合は基本技でしてね、新人のテストなんかありましてもね、うん、ブリッジができないと大体ライセンスは取れないんですよね。あ、そう、はい、あれは相当の力いりますよね。いや大変だと思いますよ。あ、今度我々の漫才にもブリッジを取りましょう。これだったらもうね1回目は受けるでしょうけど、2回目はねやはり病院行ってますよ。気をつけてください。また選手がいいのにみんな焼けてますね。沖縄のね、遠征から帰ったばかりでしてね、沖縄でもう十分に焼いてまいりました。したがって背中の汗で真っ黒であります。一皮向けております。あ、場外戦になりました。いやー、まず場外戦の心配はないと申し上げたんですけども、縦野がやってまいりました。縦野範雄選手が今小倉由美選手を放送席に連れてまいりました。こういった場外だったらもう神のようになりました。気をつけろよ。さあもうね、二手に分かれましてお客様も大変であります。本部席、こちらは本部席、ちょうど小早川レポーターの横であります。あ、コミッショナーもいます。このタッグマッチは20分一本勝負であります。先輩格山崎樹、縦野範雄に対しまして小倉由美、中野恵子、一歩も後に行きません。まあ、こういう場外戦になりますとね、はい、やはりキャリアがものを言いますからね。それがあるんですよ。だからあまり場外戦行っちゃいけませんよ ね、そうですね、後輩は、はい、河合さん大丈夫でしたか。はい、大丈夫です。
ねえ、なかなかの逃げ足早いみたいですね。すぐ逃げるようにしてます。はい、そうしてください。はい、あーっと小倉弓、そのままフライングボディープレスいってカウントが入りました。ワンであります。この野郎という小倉弓、さあ地元でハッスル、地元でハッスル、キャラースルーで後ろに落としました。それというなかなか気合いの入っている小倉弓であります。さあまた引きつけて、今中野警告が出てまいりました。新人王にパチリとタッチいたしました。おっとロープの反動を使っている、はい、ここでかろうじて逃れました。山崎樹登場であります。山崎樹またロープで振られた。中野慶子この辺りは迫力十分の攻撃であります。膝を飛ばしました。さあ髪の毛を掴んでもう一つ手あります。お腹に膝を飛ばしております。今度は胸元に飛ばしております。そしてパンチ攻撃、ちょっとまだあのスピード感は今一つという感じなんですけども、体が締まってまいりました。中野慶子、そして小倉弓登場です。なかなかよく動いてますね、よく動いてますね。はい、小倉残念ながらここはね空振りに終わってしまいました。さあ山崎樹余裕たっぷりという感じ。今縦の乗り用にタッチいたしました。そして縦のがいよっとまたいきなり行きました。なんかカウンター気味でね。そうです、よく行ってますね。いいボディープレスですよね。はい、はい、素晴らしいボディープレスが入りました小倉弓。さあやった。しかしここは縦の乗り用選手貫禄先輩の意地を見せております。さあ縦のがいった、高いところジャンピングにパッター最近これがよく決まるようになりました。そうですね。さあもう一発入るかどうか。またいった高いところ、見事。いやあの技は素晴らしいんじゃないですか。はい、まあ、小倉選手もね、はい、よく似た技使うんですけどね。そうですか。あの足が横へ行くんですよね。あ、なるほどね、はい、そして素晴らしいキックが入りました。さあ2人攻撃だ。縦のが2段ロープからーっと2パットフライング、2パット相打ち、山崎に入りました。縦の悔しがっております。さあここは小倉と回転エビ固め、逆転技入った。さすが鮮やか山崎樹、一瞬の隙を捉えました。回転エビ固め、あっという間の逆転技。小倉弓、そして中野慶子、前線健闘を終えます。やはり先輩のペアにね外貨が上がりました。ご覧ください、この2人の表情、負けてなるものかといったそういったね気持ちが十分に表情に出ておりました。いやしかし小倉と中野のコンビも宮本さん良かったんじゃないですか。そうですね、本当にめったに組んだことはないでしょうけどね、はいはい、おそらく初めてでしょうけど、これだけあの新人でタッグができればね、はい、大したもんだと思います。立林市民体育館、満員のプロレスファンが集まっております。しかし今日は本当に暑い場内、うだるような暑さとはこのことを言うのでしょうか。そしてこの暑さの中、これから選手が登場してまいります。ご覧ください、ジャンボ堀。まあ、現在の女子プロレスラーの中では最も大きい部類に入っておりますジャンボ堀、その巨体をゆっくりと赤コーナーに上げております。対するはクレンニューであります。今日は凶悪メガトンコンビクレンニューとダンプ松本がシングルゲームで登場いたします。シングルマッチで登場であります。例によりまして、また手に鎖を持って登場というクレンニューであります。こういったあのファッションが何か身についてきましたですね。そうですね、はい、堂々としたね。さあ球児さん、浩二さん、はいはいはい、警戒警報発令という感じでしてね、気をつけてくださいよ。はい、わかりました。いや、なんでじゃあ松本さんいるんですかね。そしてダンプ松本がですね今セコンドについております。まあ実際はですね、やはりあのジャンボゴリとしてはダンプ松本クレンギュ、この2人を相手とこう考えていた方がいいと思います。そうですね、3WAタッグチャンピオンジャンボ堀。青コーナー210パンドクレンユー、そしてクレンユーであります。あくまでも不気味な感じ。まあしかしいつもはダンプ松本とコンビで死体放題といいますか、暴れまくっているクレンユーなんですけども、一応今日は一人ということでね、どういった一体試合ぶりを見せるか、宮本さん。そうですね、まあ、もちろんやっぱり狂気攻撃には出てくると思いますがね。出ると思いますがね、まあ、レフリーも問題の阿部志郎レフリーですからね。ああ、これですよ。ちょっとやはり不吉な予感がしますよ ね、 ね、愛嬌のある顔をしてるんですけども、どちらかというと同じ体型ということでね、クレンギューダンプ松本にね最近エコヒーキがひどいという阿部志郎レフリーであります。さあどういうことになりますか。あっと今握手代わりになんと足を飛ばしました。この辺りがねなんとも肉々しいところであります。さあクレンギューとジャンボ、おっとパンチ攻撃が出しました。
ジャンボ堀パンチ攻撃であります。かつてあの引退したミミハギアラがやってましたけどもね。そうですね、ボクシングのね、はい、いきなりボクシングスタイル、おーっといった、いやいや左から右であります。左のストレートから、あーっとなんと空き缶で一発レフリーの額に飛んでおります。これは誤算だった。さあジャンボ堀の反撃始まった。どうするか、カリアが落ちる。とにかく85キロから90キロ、すごいですね。何か壊れそうであります。いやー河合さんどうですか、この女の迫力。いやすごい、もうあぜんとちゃって、もう河合さんの2倍ぐらいありますよ体重は。びっくりしちゃって、はい、見てます。さあ一つ十分に気をつけてもらいたいところ。2発3発と足を飛ばしましたジャンボ堀であります。あっとニードロップ行きました。いきなり膝を打ちました。さあ今度はクレンビューだ。すごい、ロープの反動を利用しております。塩野さん、はいはい、ジャンボ堀選手ですかね、あのガム島で撮ってきましたあの個人アルバム、ああります、ね、写真集ですね、はいはい、本屋さんに出ていますけれどもね、随分ファンの皆さんが買ってくれるんで、相当あの気を良くしていますね。なるほどね、とってもあの綺麗な、ね、水着姿、その他いろんなあのジャンボ堀お得意の、ね、写真集でありまして、この辺りあのファンの皆さんはね、もし買ってなかったらぜひ買ってもらいたいものであります。さあ今日は一つクレーンユーもですね、久しぶりシングルマッチということもありまして、自分の持っている技を十分に発揮してもらいたいものであります。かつてはあのマスクドユーという名前で、そうですね、あの、中島体育館で、キュウジさん、コウジさんがね、はい、前ゲストに見えた時は、おそらくマスクをつけてたと思うんですかね。そうだね、クレーンユーは、はい、あのマスクをあの 外しましてね、そしてあのダンプ松本と今コンビを組んで、ダンプ松本向こう側に今いますけどもね、はいはい、やりたい放題というか悪の限りを尽くしてるんですよ。あ、今あのマスク取ってもおかないね。いやもうマスクを取った方がかあのおかないですよ。はい、マスクをつけてた時の方が可愛いか、可愛いね、はい、聞こえたらどうなるか、大変なことになりますけどもね。まあしかしね、両選手とも本当にあのどうなんでしょうか。90キロね、そうですね、90キロ、はい、夏場でねどうなってるか分かりませんですけども、とにかく大きな体。今ジャンボ堀がクレーンユーの足に噛みついております。レフリーが阿部史郎、さあ買い上げました。どうするか、前に落とすか、前に落としました。受け身を取っておりますけどもね、やはりお腹を打ちました。内臓を打っております。さあロープに振っている、どうするか、エルボーで行きました。これまた胸元にピシッと決まっております。カウンターです。そしてカウントを入れますクレンユー。まだダンプ松本は出てまいりません、まあ、ダンプ松本が出ないということは宮本さん、やはり形勢がいいということなんですよね。そうですよね、じっくりと攻めてきてますからね、はい、やはりこうしてあの凶器を使わなくったってね、体があるんですから、なかなか迫力ありますよね。そうですよ、狂気だけでね、やはり、はい、あの制圧できるほどね、そんな甘くはないですから ね、はい、十分力と力、技と技、今クレーンユー見事な試合ぶりであります。阿部史郎に対しましてね、今ちょっとジャンボ堀抗議でありますが、注意してるじゃないかっていうね、まあ、あのレフリーらしからぬ、ね、言葉遣いでしてね、この辺りも十分にコミッショナーから注意されているはずであります。さあカウントが入りました。今ジャンボ堀マット内に登場であります。汗でやはりちょっと滑るんですね。そうですね、そうですね、あのリングの上にやっぱ汗が落ちますからね、はいはい、まあ、あの選手たちもねタオルを出しまして、汗で濡れたリングをですね試合の合間には拭いてるんですけどもね、すぐに汗で濡れてしまいます。まあ、夏のこれからのですねシーズンは選手にとっても一番大変な時であります。スパーッと落とした。いやこれは自分の体重もあるんで効きました。さあジャンボもう一発、あご覧くださいね、上から行く。さあホールの体勢であります。カウントが入りました。しかしカウントちょっとのんびりしております。カウント1、この試合は20分一本勝負であります。 3AA のタッグチャンピオンチームの一員でありますジャンボ堀、今日は大森ゆかりとコンビを組んでおりません。一人でクレーンユーと対戦しております。クレーンユーまたダンプ松本とコンビを組んでおりません。しかしダンプ松本はセコンドとして下で待機しております。あーっと噛みついた、
噛みつきました。何かいかにもクレニューらしいところ、悲鳴を上げております。あ、何かあの安倍城レフリー慌てましてね、噛まれてる方をねぶったたきました。さあここでクレニューが出てまいりました。これはちょっと安倍城レフリーが不手際でした。あーっと逆転であります。さあ後ろから待っている、後ろに落とした、バックドロップいった、カウントカウント2であります。汗で滑ります。難しい、今みたいな攻撃は難しかった。ジャンボ堀、ね、やっぱりまだちょっと早すぎましたよね。そうでしょうね、はい、あーっと気をつけてくださいよ、今場外に落ちました、場外に落ちました。あー急に落ちました。あーっといきなりゲストの前でやります。大丈夫？いや大丈夫ですか、ね、ものすごい勢いで今放送席、球児さん、浩二さんの前、いや河合さんも大丈夫でしたか？びっくり、あーっと、あんまり無茶をしないようにしてもらいたいですね。いやまだ気をつけてください。ダンスマンと言いますからね。大丈夫です。いやようやく今リングに登場いたしました。さあこの試合は一本勝負ではあります。場外乱闘がやはりありました。思わず悲鳴を上げました、球児さん、浩二さん、そして河合和美さんであります。いやそちらだけじゃなくてこっちもやられましたよ、ねね、しっかりあのダンプがいましたね。そうなんですよ、あのマイクロフォン大丈夫ですか？技術さんが出ましてね、今の壊れたマイクロフォンとそれからあヘッドホン入ってますね、はい、大丈夫みたいですよ。マイク曲がっちゃったよ、はい、もうマイクは ね、 ね大変ですから、あの早めに逃げてください、はいはい、今あのアキレス腱固めに行ってるんですかね。そうですね、あーはーはー、あのちょっと決まってないですけどね、ちょっと決まってないみたいですね、はい、何かあの実況中継もなかなかできないような感じでありましてね、四方八方にもう目を配ってないとね、いつ選手がやってくるか分かりません。あ、何か強攻撃のようですね、胸元にさーっと今ね隠しました。なんか隠したでしょう。あ、持ってる、何か持ってます。さあプレインニュー狂気を出しました。あー攻撃だ、阿部志郎レフリーのブラインドになっております。やってますでしょう。やってます ね、 今日のなんかあの線抜きのようなものを持ってますね、はいはい、完全に強攻撃でありますが、安倍志郎レフリーは分かりません。何かあのぼーっとしてましてね、あまりこういった細かいことに気がつくレフリーではありません。さあまたやってますよね。あれも早く注意しなくちゃいけないんですけどもね、しかもなんとコミッショナーの真ん前でやっております。あれ見えないですか？安倍さんやってるよ。いや何かね、安倍さんなんとなくねのんびりしてましてね、阿部さん足が短いからもう本当にのんびりして、あまりあの素早く動きませんでしょう、ね、あれレフリーも注意しなきゃ。そうなんですよ、もっとあの厳しく注意しないとね、はい、選手はあのいくらカウントをのんびり取ったって捨てませんもんね。あれ使ってるからね、はい、カウントを取られてね、カウント3ぐらいになりました。あーお客さん危ない、あー今すぐに焚き付けております。お客様がね、大丈夫か、ほら来週に上げております。気をつけろ、ほら市民体育館、球児さん、浩二さん、悲鳴を上げております。しかしまあ向こう側でいいんですよ、向こう側でね、はい、こちら側ではありませんでした。今レニューは登場いたしました。場外乱闘はもうねこのところもこのレニューあるいは何発も登場いたしますともう毎度のことなんですけどもね、はい、何か持ってる今盛んにジャンボ掘り、お客様にね狂気を持ってるということでやってます。はい、持ってる、ユージさん、コウジさん、持ってる、はい、必死の抗議であります。持ってないということなんですけども、何かあの後ろの方に入れておりまして、また出しました。あそこに入れてるんですよ。あー、またやった、またも強攻撃であります。あーっと今投げた、これをねサッとダンプ松本の手に入れてしまいました。あーっとクレンニューいった、ボディーアタッカー、もう一回ロープに飛ばします。さーっとクレンニューいった、バシーッといっております。いやーさすがのジャンボ掘りまいった、強いですね、体重では U の方がありますね。あーっとまたなんとダンプ松本が椅子を入れました。これは止まりません、強烈な脳天一発、椅子攻撃、もう一発いっかーっと奪い返しました。
さあ天竜に頭一発、あーっと阿部志郎レフリーの脳天も一発、さあ怒った、さあ怒りました、また行った、強烈な一発、強烈な一発、おっとゴングの要請、ゴングの要請、しかしこれは反則取られましたね。そうですね、はい、まあ、堀の反則負けで、ね、堀の反則負けであります。あー、レフリーが今クレンユーの手を挙げました、レフリーがクレンユーの手を挙げました、反則を取られてしまいました、ジャンボ堀であります。まあ、度重なる強攻撃クレンユーがやってたんですけども、この時は反則を取らずにですね、今ちょっと椅子攻撃をやった後に反則を取りまして、ジャンボ堀が起こりました、マイクを持って起こりました。さあ起こった、これはまあジャンボ堀としては起こるのは当然であります。やばい、マイク抜けて、マイク抜けて、椅子攻撃は反則、強攻撃ということ、今阿部志郎レフリーがねその理由を説明しておりますが、今度はジャンボ堀が納得いたしません。ジャンボ堀が起こった、あーっとマイクの行動を首なめて今飛ばしております。続いて阿部志郎レフリーもやられます、阿部志郎レフリーもやられました。さあ、あーっとマイクで思い切って頭、これはたまりません。まあどちらかというとマイクがかわいそうですね、歌謡ショーのマイクだったらいいんですけども、このねプロレスのマイクは本当にかわいそうであります。放送席に並んでいるマイクもね、いつももうめちゃくちゃ。ジャンボ堀は怒りましたが時すでに遅し、反則を取られてしまいました。超満員のお客様、これから 3AA のシングル世界チャンピオン矢川横田がテーマに乗って登場してまいります。長友とそして長森が後ろに従うようにしておりまして、今 3AA 矢川横田ゆっくりとリング上に登場してまいりました。さて不気味な音楽に変わりました場内、今日ジャガー横田と対戦いたしますのはダンプ松本であります。アークの限りを尽くしておりますクレンユー、そしてダンプ松本、2人ががっちりとコンビを組みまして、今やもう他の全部の選手を敵に回しております。特にこのダンプ松本がその女親分といった感じ、例によりましてまた下手を手にしっかりと握っております。今日は場内を一周いたしません。今青コーナーから上がってまいりました。放送席のゲストの方、それから私の方、ジロジロっと睨み渡しましてね、さあジャガー横田、今早くもダンプ松本鎖を持って登場、しかもレフリーが阿部志郎ということでね、ちょっとさすがのジャガー横田もね血相を変えました。塩野さん抗議してます。はい、ジャガー横田は上田代表にですね、レフリーを変えろという抗議です。そうでしょうね、まあ、このところね、出場はなんとかできているんですけども、相当コミッショナーのね心象を悪くしております阿部志郎レフリーであります。この人がどうも最近レフリングをすると常に問題が起こります。したがってジャガー横田としても、一応レフリーをね拒否したい心境でしょう。テープが飛んでおりますが、ダンプにはご覧のように1本も飛んでおりませんので、またこれが面白くありませんでね、これからジャガー横田ダンプ松本の30分一本勝負が始まろうとしております。立林市民体育館であります。川合さんね、この選手がねジャガー横田、まあ、一番現在強いね女子プロレスラーなんですよ。そして、対するダンプ松本であります。どうですかこのダンプ松本の大きいことねえ、球児さん。はい、はい、いや大きいですね。はい、
あの足なんか大変なもんですよ。球児さんと同じような足してんね。いやいや、俺はあんなに大きくないよ。何やってんね。とにかくあの体は小さいんですけども、100キロを超えるというような、ね、大変な体重を持っておりますダンプ松本。さあ体が小さいジャガー横田と対戦いたします。体力では 3AA のチャンピオンもかないません。早くも場外であります。ゆっくりと追っていきました。ゆっくりと追っていた断髪元場外、なんと向こう側、もう向こう側なのに大変であります。球児さん、高知さんが悲鳴を上げております。さあ、あっといきなりの場外乱闘で、これはちょっと良かったね。いつもの見せ場がありませんでした。宮本さん、いつもとちょっと違いますよね。そうですね、はい、先手打たれましたね。必ずね、いつもあの見せ場を作るジャガー横田なんですけども、はい、今日はちょっとダンプ松本に場外乱闘でやられました。この辺りね、深くを期しました。さあ、ちょっと手を打ったんでしょうか。今日はあの最初の選手紹介の時にね、かっこよく手を挙げてあの制限に応えたんですが、テープがですね、ちょっと目の上のあたりに当たっておりました。このあたりなんとなく嫌な感じがいたします。ジャガー横田盛んに今右手を振るようにいたしまして、場内を回っております。今日は相手が悪いダンプ松本。さあ、ダンプ松本またと振った、すっ飛んでおります。のしのしという感じ、これを追っていきました。ダンプ松本と、ご覧ください、ロープの反動を利用してなかなか迫力のある攻撃を見せております。さあ、いった、おっと、このまま強烈でありますボディースラム、上から行く。さあ、しかし相変わらず太いね、腕が首に巻かれております。いやー、ダンプ松本、河合さん、すごい迫力でしょ。すごいですね。ねえ、いやー、すごい。この人はもう完全にね、今もう悪に徹しております。でも可愛らしいですね、すごい。なんかあ、よくあの顔を見ると ね、なんとなく愛嬌がありますでしょ。私たちも最初はね、愛嬌のある悪役だと思ってたんですけども、最近はそうじゃありません。中途半端じゃありませんよ。悪いですか、最近は。半端じゃないという感じ、悪の限りダンプ松本。しかも今日は 3AA 世界シングルチャンピオンのジャガー横田相手。まあ、こういう時は宮本さん、当然燃えてくるでしょうね。そりゃそうですよね、はい、やはりあのチャンピオン相手ですからね、はいはい、しかもご覧ください、クレインユー。まあ、今日はあの凶悪コンビね、当然あの1対1の試合とはいえ出てくると思いました。早くも控え室から出てまいりました。あー、噛みついた。どっちが試合をやってるんでしょうか。山崎に突きが行きました。どうやらジャガーのセコンドには山崎そして高野がついているようです。しかしクレインユーの迫力にはちょっとかないませんが、ダンプいった、ボディアタック一発、パシッと決まりました。さあ、今度は放送席に向かって飛んできた。どうか、まだいった。何か軽く両手を広げるだけ、もうね、ジャガー横田がすっ飛んでおります。まあ、そういえば宮本さん、はい、全日本女子プロレス、いよいよですね、月曜日の夜ゴールデンなら7時に殴り込みをきましてね。そうですね、明日の7時でね、はい、またあの熱戦後全国の お茶の間のファンの皆さんに見ていただくことになりますね、はい、まあ、楽しみですね、はい、そういった意味でも今はもう燃えている感じであります。また強力攻撃でしょう、はい、ね、またあの栓抜きのようなものを持ってますね、はい。先ほどクレンニューがジャンボ堀に対してね、使ったと同じような凶器を使っております。この時はですね、安倍城レフリーは見て見ぬふりをしておりました。今日はいきなりジャガー横田レフリー拒否でね、何かあの申し立てをコミッショナーに行っておりました。どうでしょうか、安倍城、ちゃんと今日は凶器攻撃は凶器攻撃として注意をするかどうかであります。強烈なヘッドバット、今度はなかなかちゃんとやっているようです。そうですね、ちょっと一方的ですね、はい、そうですよね、ジャガー横田がこんなに攻められるのも珍しい、はい、しかも場外で首筋に行った、レッカンゲング、レッカンゲング、そして上から行く、ダンプ松本、2人攻撃であります。場外のジャガーに対しまして2人攻撃、ね、2対1だもんね、これが。アベレフリーもあれですね、はい、あの凶器を持ってるんですからね、やはりあの注意しないといけませんね。そうなんですよね、凶器はもうすぐに注意して、またそれが目についたら取り上げなくちゃね。それにいたしましてもジャガー横田、今日は珍しく今一つ迫力変わりません。塩野さん、はい、しかし試合前はですね、あの表情も厳しく、はい、言葉つきも厳しかったですね。あ、そうですか、はい、それからあの右の手首、それからあの小指にテーピングしてありますね、はいはいはい、これはあの先日の試合で痛めたものです。なるほどね、はい、一方のダンプ松本なんですがね、はい、今日あの高校時代の同級生、ほうほう、お友達の柿沼さんがね、応援にこの会場に来てるんですよ。なるほど、柿沼さんの方はダンプの出身は埼玉県の熊谷でしたね、はいはい、すぐ近くですからね、ですからここから近いわけですね、なるほど。友達はですね、もうすでに結婚していましてね、はいはい、今の池上さんとおっしゃるんですがね、子供さんを連れてね応援に来てるんですよ。そうですか、ちょっとあの環境が違いますね。なるほどね、はい、し
かもね、まあ、あの学生時代の友達に果たして見せて良い姿かどうか分かりません。最近はもう完全にタイプが変わってまいりました。さあ、この動きを見た強烈性あります。ようやくジャガーらしい動きを見せてまいりました。フライングボディープレスいった。小柄なジャガーが大きなダンプ松本に対しまして完全としてフライングボディープレスであります。この辺りがジャガーの真骨頂だ。いや、川合さん、はい、やはりさすがといった感じでしょ。そうです ね、はい、なんか隙がないですね、もう全く ね、しかもあの表情、目の鋭さ、はい、ねー、もう、すごい球児さん、浩二さん、ね、相変わらずでしょう、ジャガーは、ね、ジャガー今何キロぐらいなんですか。どんなもんですかね、小早川さん、ジャガーのあのウエイトっていうのはね、はい、いつも変わってるんですけど、今どのぐらいと見ていいですか。大体あの試合によりましてね、2キロぐらいの誤差で変動してるんですね。なるほど。今日の体重は57ですね。57、はい、一方のダンプがですね、はいはい、ちょうど100キロです。やはり100キロありますか。はい、いや、この人はね、一時あの90キロぐらいだったんですけども、最近また一段と大きくなりました。またあの足を見てください、もう太ももなのか胴体なのか分かりませんですよ、この人の。それくせ動き早いですね。そうなんですよ、意外にね、あの器用なの。コウジさんの言う通りなんですよ。ですからこの人は体重があるのに、しかもあの小さく動けますでしょ。ですからもう対戦する相手としてはね、十分警戒しちゃいけません。しかもジャガー今鉄柱攻撃を受けました。何か放送席のチラチラと見てましてね、先ほどからなんとなく嫌な感じがするんですけども、ね、こっちの基礎な感じがするな。だけど、はいはい、あいつらなんか変なこと言ってんじゃねえかって見てますからね。ゲストの発言に非常にね神経質なタイプですから気をつけてください。褒めなきゃいけない、褒めなきゃいけない、はい、まあ、できたらね。塩野さん、はい、ダンプ松本を褒めます。あの水泳の腕前なんですがね、はいはい、女子プロレス界でナンバーワンにランクされているんですね、この体 で、はい、本当にそうなんですね。中学校時代はですね、県大会にもいい成績を残しています。水泳はどんなにいい成績を残そうと、最近はこのねダーティーな戦いぶり、すっかりイメージが変わってしまいました。今日はね、高校時代の友達もね応援に来ているということなんですけども、果たしてこのダンプ松本、友達の目にどう映っているでしょうか。さあ、ジャガーが上がりました。確かに宮本さん、今日のジャガーはちょっとですね、ダンプの前にね、タジタジですね。そうですね、はい、ちょっとあのチャンピオンらしいリズムがないですよね。あ、リズムがないんですか、はい、なるほど。いつもとね、ちょっと違います。私も確かにですね、ジャガーが出てくるとあの実況放送をしていてもね、なんとなくあのリズミカルにやれるんですけども、今日はちょっと違いますもん ね、 そうですね。しかも強烈なラリアート入った。あーっと、ようやく今ブリッジでこらえましたが、ちょっとジャガー危ない。あー、100キロがそのまま上に行っても、これは狂気そのものであります。さあ、ジャガーがフラフラ、エプロン、さあまた髪の毛を掴んだ、どうするか。あー、反動を利用した、あーといったいった、コブラツイストが入りました。この辺りがさすがジャガー横田、しかし次にクレーンギューが入ってまいりました。しょうがないですね、せっかく今ねコブラツイスト、あっという間ジャガーがかけたんですけども、なんとクレンニューが入ってまいりました。今度は大きなね、2つのあの太ももがジャガーの首を挟んでおります。すごいですね、これは窒息するんじゃないかな、もうまさに窒息寸前という感じ。 3AA のチャンピオン、カウントもゆっくりすぎるんじゃない、軽くねかけてるだけだってね、どうしようもありません、息ができませんが、またいった、始まり方はどうでしょうか。一瞬のパッケージホールド、しかし体が大きすぎます。さあ、ダンプ松本また狂気を出しました。危ないと見ると狂気を出して、今度はなんと鎖が手渡されました。クレンニューが鎖を手渡しました。あーっと、レフリー首に巻いている、安倍四郎見てみるのか。クレンニューが高みな陽動作戦であります、目をそらしております。この間に鎖を首に巻いて一回転、これは禁じられております。これはもうね、早めに取り上げなくちゃいけません。さあ、ジャガー横田の首に鎖が巻かれて、カウントを取る、カウントを取る、カウントを取り上げました。ねえ、塩野さん、はい、狂気を取り上げろ、そしてカウントを取れというふうにですね、上田コミッショナーはですね、もう10回以上叫んでいますね。そうでしょうね、はい、あんまりあのひどいことすると上田コミッショナーがね、そのままリングに上がっていくんじゃないかと思ってるんですけども、まあとにかくね、コミッショナーのいくら強い注意がありましても、そんなものはもう平気の平座、そういった感じであります。今度はジャガー横田の首にロープが巻かれております。徹底的な反則攻撃、なんと山崎樹が完全としてレフリーの阿部四郎に抗議に。
ダンプ松本にはクレーン優雅、そしてジャガー横田には山崎樹、縦野則夫がついております。さあブレンバスターいった、強烈なブレンバスター、危ないぞ危ないぞ、チャンピオン危ない、カウント入った、ブリッジではあります。なんとかブリッジで逃れましたが、今日は再三にわたって大ピンチ、ね、ジャガーがジャガーらしくない試合をやっております。さあまた行った、ダンプ強烈なボディスラムから上に100キロがいく、あっとくぐり抜けた、今度はマンジー行った、マンジー行った、ガッチリとマンジーが入りました。さあクレンユーが出るか、ちょっと危ない、クレンユー来い来いというところ、今手でサインを送った、手でサインを送りました、出てきちゃいかん。そうですね、今反撃に移ろうと思えばね、乱入がありましたんでね、クレンユーからバカツが今リング内に手渡されました、一発同点。いや乾いた音を立てて今バケツが脳天に、これは大変だ。さあダンプ松本バケツを持った強攻撃、カウンターでいった、しかしキックで反撃であります。さすがジャガー横田、反撃いたしました。さあ巨体がロープに飛んでどうするか、引っ張った、見事に決まりました、100キロがすっ飛んでいる。続いてまたロープに振って2発いった、さあジャガーがロープに上がる、トップロープに上がる、今度はどうするか、キック高いところから角度をつけた強烈キック、ジャガーキックが決まりました。そしてなんと人間の勝者、ジャガーならでは、ジャガーしかできません、やったー、カウント3、さすがジャガー横田、大技であります。いやこれはジャガーじゃなくちゃ、宮本さん、あのスープレックスはちょっと無理でしょう。そうですね、もうあの100キロをですね、人間の車で投げるって大変なことですよね。球児さん、浩二さん、拍手喝采、うわやったやった、本当にすごかった。しております。今日はにぎやかに60分3本勝負、これから熱いリング上に6人の選手たちが次々に登場してまいります。まず着物姿と申しましょうか、デビルのダウンはいかにも日本的であります。このデビル正美を先頭にいたしまして、レーラに帰る、そしてレスミラ・マンタガス、今ゆっくりと青コーナーに登場であります。音楽が変わりました。今もう最高の人気であります、ライブメサー須賀永義美さん、プラスギャルズ、そして大森ゆかりが加わりました3人組であります。赤コーナーからリングに上がってまいりました。今日のメインイベントはご覧のように6人タッグマッチであります。賑やかなリング上、選手の紹介です。赤コーナー、クラシックアーズ140パンド、長野チーム。プロレスの新しい長野を作るためにクラッシュギャルズをコンビを組んだと言っております、長野チームさであります。アーズク145パンド、長野スアクカル、風林火山が畑の式であります、バイオネスアースカ。そしてこのクラッシュギャルズとコンビを組んでおりますのが大森ゆかり、今日のゲストの河合和美さんが大のファンだそうであります、はいはい、さあ大森さん、拍手をお願いします。さっそう大森ゆかり、夏に強い選手であります。チャンピオンのデビル正美、今日は表情いつものデビル軍団のどんだった時代のあのデビルが戻ってきた感じであります。日本に初めてやってまいりましたデスピナ・マンダガスであります。その精悍さ、そしてもうあの執念のある試合ぶり、すでに皆様おなじみの外人選手であります。そしてハワイが生んだ偉大なチャンピオン、レーナ2回、もちろん夏に強いタイプの選手です。さあ佐藤一世レフリー、今6人の選手を呼んでこれから試合前の注意というところ、館林市民体育館は本当に満員になりました。
今日は球児さんは浩二さん、はい、そしてね河合和美さんゲストということなんですが、はい、6人タッグというのはあんまりやらないんですけどもね、はいはいはい、久々の6人タッグマッチ、まあ、6人の選手が入れ替わり立ち替わりということになりまして場外乱闘もありましょうし、どうでしょうね、これまた目が離せません。レフリーこれで大変でしょうね。ねえ6人となると大変でしょう、はい、しかし、まあ、あの佐藤一世レフリーはね、はい、本当にあの男前のね、いいレフリーですが、はい、ちゃんとあの正義のレフリーですからね、はい、安倍志郎さんみたいなことありません、はいはい、ところであの大森ゆかりがねどういうところがあの河合さん好きなんですか。はい、大森ゆかりのどういったところがあの河合さんはとても可愛らしくてね、一生懸命やってる姿が、なるほどね、はい、大好きです。あ、かわいそう、かわいそう、その大森ゆかりいきなりね外人組に2人を打ち合いでありますが、一気にね肩をつけようという大森ゆかりであります。さあ捕まったのがレイラン会であります。レイラン会強烈体当たりを見せました。さあ大森今度はエルボーであります。そしてここでライオネスアスカ登場してまいりました。ライオネスアスカがそして長いお小さな空手鉄砲、早くも空手殺砲が出ました。そして今度はボディスラムであります。あれあれ安倍志郎レフリーが何ですかね、外人コンビといいますか、あのデビルの方についております。盛んに安倍志郎レフリーが何か下からですね指示を与えております。佐藤一世レフリーに対して指示を与えております。もちろんこんな指示は聞く必要はありません。さあ試合は青コーナーであります。捕まっているのが長与千草。最近この長与千草ライオネスアスカカラス殺法でねフラッシュギャルズもう全国的に大変な人気でしてね、ビューティーペア以来のね、はい、人気の盛り上がり方なんですよ。そうなんですか、はい、動きがいいですね。動きがね、動きがいいしね、何かあのちょっとボーイッシュな感じもありますでしょ。そうそうだ、ね、はい、ライオネスアスカちゃんなんてのはねどっちかっていいですよ。いいですよ、まあ、この人はあの入ってきた時にすでにあのポストジャッキーということでね、はい、そうですね、あの大変ストロング的なファイトで、そうでしたよね、はい、しかもあの塩野さん、はいはい、クラッシュギャルズ、いよいよあの歌手デビューがですね、はいはい、8月21日と迫っていますけれどもね、あの試合の合間を見ましてビクターのスタジオで、歌の方のレッスンも続けています。あ、そうですか。そのレッスンの先生の方はですね、はい、昔あの元歌手でですね、うん、現在あのプロデューサーの飯田久彦さんですね、そうですか、すごくあの可愛がってもらってるそうですよ。あ、それはいい先生につきましたね、はい、あの人はいい人ですよ。あ、そうですか、はい、まああのいい先生についてね一つ素晴らしい歌を披露してもらいたいんですが、どちらかというとですね、この長与千草そしてライオネスアスカお互いに低音でありまして歌唱力も抜群という大変な今評判であります。ですから一つレコードのね発売大いに期待していただきたいと思います。さあしかしその間にですね、ちょっとあの長与千草選手ね悲鳴を上げておりました。あったったった背中をね書いております。なんたかすほらな、これなかなかあのそうですね、ロメロスペシャルやってますね、はい、ロメロスペシャルからね、いろいろ技持ってますね、持ってますね、まああの第一戦ではねそれほどあの大した動きは見せませんでしたが、やはりあの慣れてくるとね、力を徐々に発揮するようであります。さあ今試合の方はデビルマサミそして長与千草になりました。先ほどもちょっとあのご紹介したんですけども、このクラッシュギャルズ長与千草そしてライオネスアスカ、まあ、どちらかと言いますとですね、お互いにあの怪我が多くて、デビューはさっとしたんですけどもね、苦しい時代が多かったんですけども、ようやくまあ2人ともその苦しい時代を乗り越えて今ようやく大輪の花が咲こうかと。そうですね、はい、一時は本当にスランプに悩みましてね、はい、あの落ち込んでた時期があったんですけどね、もうあの引退かなんていうね、時期がそれぞれにあったようですよね、はい、まあ、あの昨年夏からですね一気にあの伸びてきましたよね、ですからまああのいい時だけじゃなくてそういった苦境を乗り越えてきただけにこの2人のコンビっていうのは期待するものが多くて、そうですね、やっぱりそういう土台っていうものがありますからね、はい、ライオネスアスカそしてクラッシュギャルズ、今日は大森ゆかりが入っておりまして3人コンビになっております。6人タッグマッチであります。今リング上でありますがデビルマサミそしてライオネスアスカが対戦しております。この大森アスカもね、あの同期のライバルでね一時はしのぎを削ったんですけどもね、はい、まあ、今お互いに、まあ、大森の方は 3WA のタッグチャンピオン、そして、まあ、はい、アスカの方は長与とクラッシュを組んでね、これで張り合ってますからね、なかなか同期生のエース同士ですよね。デビューしてさっとあの頭角を現してきたのは今リング上デビューとやっているライオネスアスカなんです ね、 そうですね。一方 の、 あの長与千草はちょっとね、膝の怪我があったり、あるいはあの一時ジンマシンが出たりしましたね、はいはい、もう完全にあのリングから遠ざかっておりました。ところがこの長与千草が出てくると同時に今度はですねライオネスアスカの低迷期がちょっと長かったですね。そうですね、
まあこういった時期を2人とも乗り越えまして、今クラッシュギャラス大変な人気であります。しかも小早川レポーターから紹介がありました、待望の歌もね発売されるということであります。今ようやく自分の時代を迎えようとしております。しかし相手がデビルマサミ、どうですかこのデビルマサミの迫力、相変わらずでしょう。球児さん、浩二さん、この人は迫力あるね。ねえ、はい、どちらかというとね、球児さん、浩二さん好みではないでしょうか。可愛い顔してるから迫力あるよ。はい、デビルさん歌がとても上手いんですよね。歌も上手いですしね。はい、そして今ハワイからやってまいりましたレイラ2回、なんと日本にはこれが10度目だそうであります。もうほとんどあの日本レスラーと変わりません。そうですね、しかもあの日本が上手いですからね、はい、この人は日常会話十分にできます。そしてこのレイラ2回の今、まあ妹分というんでしょうかね、レイラ2回とコンビを組んでおります。日本には初めてやってきたというデスピナ・マンタカスであります。まあ、初来日ですけどもね、なかなかあのムードを持った選手ですよね。いやそうですよ、はい、ね、気が強そうですしね。先ほどはなんとロメロスペシャルを披露しておりました。花が高いですね、確かに、ね、外人という顔してますよ、さあキック、足を飛ばして何かあの河合さんが悲鳴を上げております。河合さんのご悲劇という大森ゆかり登場しておりますリング上。聖火の顔して肉としごしてね、女の子でもこうしてあのやはり格闘競技をやってると顔つきっていうのは変わってくるんですね。さあ大森なんとか逃れました。しかし休む暇を与えません。攻撃また攻撃ではあります。さあ大森がコーナーに持ってこられました。こうなりますと二人攻撃、今デビルがいった。そして後ろからレーナン会であります。レーナン会がちょっとスリムになったかなという感じがいたします。あーっとバックを取った、レーナンの手であります。ヒップドロップ、さあ自分の体重があります。聞いたレイラ2回目をむき出すようにしております。そしてフライングボディープレス、カウントが入る。佐藤一世レフリー気合が入っている。カウント2でした。この試合は60分3本勝負の6人タッグマッチであります。さあ今度はライオネスアースカ行きました。強烈、早くもお客様から誘いという声が飛んでおりますが、その前に行ったのは18番ジャイアンツスイングであります。これはまああのジャッキー佐藤譲ると言いましょうか、ジャッキー佐藤18番中の18番でした。今はこのライオネスアスカに引き継がれております。そして今長与千草が一体エルボーだ。しかしこれは空振りであります。腰を打ちました長与千草、残念無念。よく見てますね。そうですね、はい、やはりあのベテランのラニカイですね。十分に見ておりましたレーラニカイ。さあ今デビルのサミにタッチであります。デビルが捕まえたクロスチョップ、強烈なクロスチョップ、カウンター、背中からも汗が流れております。デビルマサミ、あーっとバックブリーカー、強烈なバックブリーカー。デビルも久々に外人を引き連れてですね、そうなんですよ、ね、アイブレムマスター、何か宮本さん ね、いつものあの不敵な面魂がね戻った感じでしょう、今日は、ね、なんか生き生きしてますね。デビルらしい戦いぶりを披露しております、はい、そしてレイラ2回にタッチ、さあ長与バシーンといったボディアタック。そしてさあ人間軍手の体勢だ、細い体が後ろに飛んだ。そしてレイラ2回フィニッシュの体勢に入ろうとしております。もう一発買い上げてボディスラムだ。さあここでタッチ、デビルマサミが出てまいりました。レイラ2回はトップロープに上がった。さあ今度はフライングボディープレスに行くか、フライングボディープレス、これは決まるか決まるか、カウントが入った、デビルがカットだ、入った。完全に動きを見ておりました。青コーナーであります。鮮やかなコンビネーション見事に決まりました。テープが飛んでおりますリング上。いやさすがデビルマサミレイラ2回、そしてデスピナマンタガスであります。さあゴングが鳴りました。これから2本目であります。1本目はもう完勝という感じのレイラ2回、そしてデスピナマンタガスデビルマサミ。さあ2本目を迎えました。ルールとしてリング上にテープが飛んでおります。さあようやく今度はサソリの体勢に入るか。サソリが食べに行きました。もう最近はお客様もよく知っております、サソリサソリという声が先ほどから飛んでおりましたリング上。今長与千草ファンの期待に応えました。しかも重心を低くいたしましてガッチリと勝っている。さあライオネスアスカも行った。しかし向こうではマンタガスが出てまいりましたね。え
まあ、これはタッグ戦ですからね、はい、まあ、カットに入られるのは仕方ないですね、はいはい、そうですよ。ですから、あの入らせないような何か一瞬のコンビネーションが必要であります。さあ大森ゆかり選手が2段ロープで、これがすごいですね。いや強烈な技、カウントが入る。今のはあの、おーっとまたカウントが入っている。宮本さん、はい、しばしばミステルが何と言うんですか。あれまあ2段ロープからの、うん、ブロックバスターですよね、ブロックバスターと言ってますけどね。なるほどね、まあ、大森選手が一番得意にしてる技ですね。あしかし女の子とよくやりますね、はい、あれをね、斉藤さんの時などはね、決め手の技に使ってますよね。男子なんかだったら別ですけどもね、女子でよく出るんであります。さあしかしその大森もね、決められませんでした。またマンタガスに捕まっております。マンタガスロープに引くかどうするか。おっと今のお腹に、あーっとこれは何でしょうか。柔道技が出ました。大森ゆかり、さあ抱え上げてどうするか。あーっと後ろに落としました。ちょっと今日は滑るんでね、技をかけにくい感じの両選手であります。さあ大森ゆかりロープを利用するか。今長与千草が言った、あっと足を持った、文字通り足を引っ張っている長与千草、場外乱闘に持ち込もうという作戦でしょうか。場外乱闘になった。6人の選手が全員の場外におりました。さあこちらもやってまいりました。やめなさい、やめなさい。いやいや外人選手がいずれも放送的である。あーっと体当たり、レイラ2回マンタガス今放送席の前で体当たりであります。大丈夫でしょうか。いやいやね、もしよかったらあの九井さん、小井さん、助けてあげてください。すいません、すいません、おっかない。あーほら、そんなこと言うから、ほら怒りましたよ。いやいやいや、怒ってます、怒ってます。まだまだ誰も上がっておりません。今ゆっくりとデビル雅美、デビル雅美とライオネス飛鳥上がってきました。マンタガス上がってまいりました。マンタガスが今リング上に入ります。いや迫力がありました、場外乱闘。大丈夫でしたか。もうあのねえ、河合さんなんかも本当に申し訳ありませんね。いやもう頑張ってもらいたいです、ゆかりさんに。だからお客さんからね、死ぬなって言われると、さあしかし大森ゆかり敵を取ってもらいたいところであります。デビルマサミをロープに振ってやっと投げました。すごい、これはお腹を落ちました。かっこいい大森ゆかり、さあもう一回ロープに振って抱え上げて回転であります。なるほど、これお腹を打つんですね。そうですね、まあ、はい、風車のように回しましてね。そうですね、綺麗な何か風車回しのような感じであります。さあそして細い長与中立ってまいりましたが、これは体勢が一点であります。カウンターになってパンチが入りました。長与中さん、ちょっとね、今のは気持ちだけという感じであります。気持ちが先行している。そしてレイラ2回であります、お腹に一発ね、膝蹴りであります。そして背中を引っかいて、いかにも荒々しいレイラ2回、炎の女と言われております。レイラ2回、燃える炎の女、ハワイが生んだチャンピオン、レイラ2回。あーあー、クローコーってあります。いやあれね、あの内臓を掴んでるんですよ、あれで、はい、あれで使えますからね、クロー攻撃、胃袋掴み。そしてパチンとタッチ、マンタガス。この点のコンビはさすが絶妙であります。一本を取っております。ちょっと危なくなりましたね、宮本さん。そうですね、顔面を。そして今ボディ攻撃、マンタガス、ようやく日本のマットに慣れてまいりました。ふてぶてしさも身につけてまいりました。さあパンチ攻撃、ロープに振る。そしてあーっと、これはうまかった。いやーレイラ2回ちょっとよそ見をしておりました。さあ今一気に空手攻撃炸裂するか。クラッシュギャルズ、やったー、聖剣だ。2発いっぺんに入りました。さあこういった攻撃は初めて受けるか。後ろに落とされました。チャンスだ、クラッシュのチャンスだ。そして大森が今ロープに上がった。バイオネスが叩きつけた。大森ゆかりが上から全体重を預けました。ポールの体勢に入る。決めませんね、マンタガスも決めませんね。戦う権利はあの今長与ですからね、はい、そしてこのままいった、パイルドライバーです。パイルドライバーです。完全に入ったレーナ2回はカットなりません。決められれば決めるところをね、最後はダイルドライバーに打って取りました。さすがクラッシュギャルズであります。さあ60分3本勝負、一本一本になりました。立林市民体育館であります。汗で濡れましたマット上、今選手たちが出ましてね、綺麗に拭いております。まあ少々綺麗にしても拭いてもですね、今日はもうすぐに選手たちの汗がこのマットに散ってしまいます。したがって試合の方は大変です。さあいよいよ1本1本から3本目返してあります。早くもスパットが飛んだ。さあこういったスパットもあるいは初めて受けるかもわかりません。もう一発飛んだ、高いところ。さあ長与
のちぐさ、一気に決めようという体勢でライオネスアスカイッパー、いやー強烈、高いところからジャンピングラリアート入っている。カウントは2でした。クラッシュギャルズのね、必殺コンビネーション、鮮やかに炸裂、今度は後ろへ落としたマータホーンの体勢であります。デビルも出てまいりません、レイラニカイも出てまいりません、もう唖然としております。さあ今ライオネスアスカ場外に引きずり出しました。今度はどうか、ちょうどコミッショナーの前であります本部席、向こう側でやっております。場外乱闘、場外乱闘、向こう側でやります。一本一本です。本当にうだるような暑さ、今日はもう熱気分分という超満員の館林市民体育館、度重なる場外乱闘だ。ライオネス飛鳥の首を捕まえて、今デビルのサメがやってくる。そして向こう側ではレイラニカイ、レイラを向き出している。今日が捕まえたのはライオネス飛鳥、そして向こう側長代中佐ヘッドバットであります。完全に6人の選手が今場外に散っております。さあこの場外乱闘が一番怖い、場外乱闘が一番怖い。どうか、向こう側ではね、マンダガス、そしてレイラ2回もやられました。場外乱闘はどうやらクラッシュのコンビが良かった、しかしデビルが今捕まった、パシッと入っている。クラッシュアップ、あーっとまた行った、ライオネスが捕まった、デビルに捕まった、デビル行った、膝を飛ばす。そして今度は大森が出てまいりました。すごい動きを見せております。デビルマサイ、ものすごい、ものすごいブレンバスターであります。カウントが入りますが、大森ゆかりカウント2、懸命に逃れる。一本一本ですが、宮本さん、なかなか力が入ってます ね、 そうですね、はい、3本目ですからね。デビルもやはりもう一発やっぱり自分が出てきますよね。そうですね、場外乱闘で一番冷静だったのがこのデビルマサミであります。早めにリングの中に帰ってまいりました。さあここで軽くタッチいたしまして、レイラニカイの登場であります。まあ、この人が日本のマットに登場いたしますと、日本選手のね、やはり目の色も変わってまいりますし、リングが引き締まってきますね。そうですね、本当にこの人、まあ、百戦錬磨と言いますかね、はいはい、なかなかラフよし、瀬戸派の攻撃もうまいですからね。本当ですね。一方のマンタガスであります、日本には初めて、しかしこの大会との、ね、コンビネーションは非常に洗練されております。まあ、アメリカあるいはメキシコあたりでは現在この2人がですね、暴れまくってるんでしょ。そうですね、はい、アメリカではまあ、ラニカイマンタガスのコンビっていうのは非常にスレッドですからね。あ、続き続き、ヨネサースカヘッドバットいった、ヘッドバットの連発だ。今デビルマサミの中に入れました。さあライオネサースカ怒っている、ドープに振った、あーっと引いた、ざーっとこれはかわされた、逆にパンチを食いました。決めようというライオネサースカ、空振りに終わりました。さあここはピンチだ、すごいクロスチョップであります。クロスチョップカウンターだ。そしてライオネサースカ、おっと捕まっている。今大森とライオネスアスカが、あーっと逆転、やった、鮮やかであります。レイラニカイとデビルマサミ正面衝突、この辺りは誠に見事。さあ今度はどうか、あーっとデビルマサミ下から潜った、そしてレイラニカイが後ろに落としました。危ない危ない、このままカウント、カウント、あー大森かろうじて逃れましたが頭を打っている、危ない大森、また再び場外であります。再び、そして三度場外で今レイラニカイやってきた、木内さん、浩二さん、危ない、気をつけなきゃダメだ、おい危ない、向こう側ですね、気をつけろ気をつけろ、向こうではマンタガスであります。マンタガス、あー危ない、放送席の机であります。放送席の机、さあレイラニカイ、ほらほらほら、こっち来た、こっち来た、ほらまた、そして今度はこちら側であります。マンタガス、マンタガス、いやちょうど放送席に何とかしてもらいたいところ、何とかしてもらいたいところ、こっち来んな、怒ってます、怒ってます、木内さん、浩二さん、こっち来んな、しかし外人選手には通じません。あったあったあった、さあどうか、カウントが続いている、あっとここで場外カウントアウト、場外カウントアウト、聞こえません、選手は聞こえません、放送席の前でやっておりました。どうしたんですか、今6人誰も上がれませんか。ライオネスアスカカウント20で上がったとアピールしております。ダメでしょう、おそらくね、ダメでしょう。やはり両チーム場外カウントアウトが取られたようであります。
そうですね、まあ、一瞬あのアスカがですね、上がれずに行ったんですけどね、はいはい、まあ、ラニカ認めに行きましたからね、ですね、はい、いやそれにいたしましてもね、今日は大変な試合になるだろうという予感がありましたが、まさにその通り60分3本勝負、1本1本から最後は両チームとも場外カウントアウトであります。うだるような暑さの館林市民体育館、お客様を熱狂させました今日の全日本女子プロレスであります。いよいよ明日からは月曜日の午後7時、ゴールデンアワーにも登場してまいります。一つご期待いただきたいと思いますが、最後に宮本さん、はい、今日の一戦いかがでしたか。そうですね、最後 の6人タッグ戦、なかなかね、はい、両軍ともこの暑い中ですね、それを上回るネットを見せてくれましたね。そうでしたね、はい、河合さん、はい、いや初めての、ね、女子プロレス観戦いかがでした。そうですか、またぜひね、よかったらね、はい、ぜひ来てください。なかなか度胸があるみたいで、球児さん、浩二さんよりも良かったですよ。あ、そうですか。球児さん、浩二さんの方が一生懸命逃げてた。いやいや、そうですよ、そんなこと言わないですよ。怖いよ、めっちゃ違うんだもんね。え、睨み返すのあの度胸はなかったみたいですね。ないですね。いや、はい、こっち来るとね、逃げちゃうよ、逃げるのもやっとですよ。そうそう、しかも今日は暑かったしね、ご苦労様でございます、はい、またね、はい、皆さん、はい、お暇がございましたら、はい、全日本女子プロ応援に来てくださいね。はい、どうもありがとうございます。今日は群馬県の館林市民体育館、この辺りでお別れいたします。ごきげんよう、さようなら。